バッドフィーリングは飛行オイエーの動画の2本目の動画でございます。1本目の動画ではね、1小節目のまで練習しましたけども、2本目のこの動画ではこの部分を練習します。これだけ、本当にこれだけです。本当にこの部分だけ練習します。でもこの部分ね、ちょっとね、その指の使い方がね、何気にちょっと難しくなっているので、まあ見た目よりかは難しく感じるかと思います。とりあえずまあ画面のズバババーンといつも通りそのお見せをしながらやっていくわけなんですが、やっていきましょう。まずいつも通り、鳴らさなければいけない音を確認していきます。鳴らさなければいけない音を確認。ダウンピッキングだけでもいいので、このフレーズ。いきましょう。まず、ツを2つ入れます。ブラッシングエッセン。ツ、ツ。で、人差し指で1弦、2弦の5フレットに行きまして、この2本の音を出します。ツ、ツか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 。これです。で、ツと言って、ツかと言ったら、またもう一回ツかが入ります。ツか。つまり、ツかは2つですね。ツか、ツか。つ、つか、つ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 か。で、つ、つか、つか。と言ったら、一回目の、一小節目と同じような感じで、親指で、6弦の5フレットが入り、で、人差し指で3弦、4弦の5フレット。に行く。ドゥンペーン。ですね。ドゥンペーン。つ、つか、つか、ドゥンペーン。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。ブラッシングが一つ、つっと入ったら、つかが二つ。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。これです。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。ギターで弾いた方がいいか。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。こんな感じ。つ、つか、つか、ドゥン、ペン。で、これをストローク入れていきます。弾かなければいけないところが分かったら、その次はストロークでございます。二つ目、ストローク。第二ステップ、ストローク。ステップ2、ストローク。ストロム、ストロム。最初はダウンピッキングで始まって、で、その後のツカは、ダウンアップ、ダウンアップで弾きます。ツカ、ツカ、ツがダウンピッキングで、カがアップピッキングです。ツ、ツカ、ツカ。で、その次に、ドンと行くときには、6弦の5フレット、ドンと行くときには、ジャンフィッキングで、シタール、シタール、シタールピカールいや、シタール。で、人差し指で3弦、4弦の5フレット、シタール。いや、かんでばいい、サンズライクです。こんな感じです。そうですね。つ、つか、つかっていくね。その、つか、つかの時だけそのアップストラムが出てくるけれども、他のところは全部そのダウンストラムで OK ということです。ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップで、ドゥーといって、ベン。これが、2小節目のフレーズでございます。うまくできた人はもうそのまま次の動画に進んでしまっても構いません。うまくできなかった方は、ちょっくらミュートとかを一緒に確認していきましょう。はい、そんな感じです。とりあえず、最初、ツが入るわけなんですけども、この時に、いつも通りね、そのミュートをしっかり、それぞれ人差し指、中指、薬指、小指の音を、指を、弦をしっかりこのくっつけて、押さずに、浮かずに、アーチ状にならずに、軽く触れた状態をキープして、ストロング、ストロング、ストロング。そうするとこのツの音が鳴るはずだと。で、ツ、ツと二つ入れたら、人差し指で、ここっすね、ここっすね、ここっすね。この人差し指、これ、すごいいい仕事をする。人差し指が、1弦、2弦の5フレットを押さえて、で、なおかつその他の弦も軽く触れて、他の指が軽く触れてあげて、アップストラムしても、こんな感じで必要なところしかならないように気をつけると。なんで最初はそのつかつかだけ練習してもいいかもしれないですね。つか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 。二小節目のこのフレーズに関してはこのつかがすごく難しく感じると思うんで、これだけをひたすらゆっくり練習するというのも良いかと思います。ダウンストラムで、アップストラムで鳴らす。つか。
きながらね、どんな感じで指を持っていけば、どんな感じで弦を押さえれば、しっかりとこのツが歯切れよくなり、そしてこのカーに関しては、しっかりとこの音がはっきり出るのかなと、指をこうですね、観察しながら、どんな感じかな、どんな感じかなっていうふうに見ながらやっていくと良いかと思います。で、ひたすらこのツカ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 を続けて、最終的には素早く2回ツカツカしなければいけないので、素早く2回ツカツカできるように練習してみましょう。ツカツカ。という感じです。で、その後のドンチャーに関しては1本目の動画と全く同じなので、ちょっと説明を省きます。親指でブンと言って他の弦を見として、人差し指で3弦の弦を5弦を5弦と押さえて、ベーンと、ベーン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 、そんな感じでございます。ツッカー、ツッカーと。こんな感じです。こんな手順が2小節目のフレーズになります。うまくできましたでしょうか。うまくできたらそのまま次の動画に進んでいってしまっても構わないんですけれども、うまくいかない方のためにもうちょっと踏み込んで説明をしてみようかなと思います。それはそのカッティングのちょっとしたコツでもあるんですけれども、このオンとオフっていう感じの感覚なんですよ。オンとオフ、オンとオフ。どういうことかと言いますと、基本的にその、カッティングに限らず結構いろんな単音のフレーズ、まあギターを弾く上で大体のフレーズがそうなんですけれども、音を鳴らすっていうことよりも、音を鳴らさない、なんだろうな、その鳴らしてはいけない音を鳴らさないっていうことの方が難しかったりするんです。意外とそのね、音をたくさん弾いたりさ、早く弾いたりさ、なんかこうたくさんね、コード弾いたりさ、なんかこう、音を鳴らすことが難しいって思いがちなんですけれども、意外とそうでもなくて、ギターってどっちかっていうと、鳴らさない音をしっかり鳴らさないっていうことの方が難しい楽器だったりとかするんですよ。わかりますでしょうか。で、さっきからずっとこうミュートミュートって言ってるんですけれども、そのミュートは、その、ここでミュートしなければいけないバチコーンってやるんじゃなくて、ミュートが基本なんです。もう基本的にミュートしてる。もうカッティングに限らずタウンドフレーズでも大体そう、基本的にまずミュートありきなわけです。ミュートをしないっていうパターンももちろんそのね、アルペジオとかでね、あるんですけれども、基本まずミュートするところからスタート。で、そこで考えてほしいのが、意識してほしいのが、オンとオフっていう概念。オフ、オフ。オフっていうのは、つまりその何も音を鳴らさない状態って感じですね。オフ、オンとオフ。で、その、オフっていうのはそのね、さっきのツカツカみたいな感じで、そのミュートしているときの状態なんですけれども、このオフのとき、まあ、つまり全部の弦をミュートしているときっていうのは、何も力が入ってないし、何も押さえていないし、もう何も浮いていないし、ほんと素の状態って感じなんです。これがまず基本の状態なんです。これがまずありきの基本。ありきの基本。オフの状態。で、ここから、その何かしらの音を鳴らさなければいけなかったり、なんか指を貸して、その、開放弦を鳴らさなければいけなかったりしたときに、オンの状態にすると。基本的にもう、オフ。この音が出る状態がまず基本。それなので、まだカッティングにうまくなれない方は、まずこのオフの状態になれるという、なれるっていうのもいいかもしれません。さっきそのツカツカの練習してましたけども、ツだけでもいいかもしれない。もう左手がね、そのそれぞれの指が軽く弦に触れておいて、で、もうめちゃめちゃ肩から指先までリラックスして、この時にこうね、ジューッと力入っちゃうとオンになっちゃうから、オフです、オフです。もう体中もオフです。もう、超、リラックス。リラックス。で、このオフの状態でそのストロークをずっと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 続けると。で、この状態になるって感じですね。で、この何も力入れてないそのオフの状態から、必要に応じて、オンが来ると。こんな感じ。なんとなく言いたいことは分かりますでしょうか。なんかこう、ね、その説明を受けてもなんかこうね、あ、なんか言いたいことは分からなくはねえけど、いや、無理だよってなっちゃうかもしれないんですけども、まあ、つまりそういう意識を持って常に練習をするということです。オンの時に、押さえる。もしくは開放弦を弾くとか、なんかアーチ状にしたりとかして、まあ何かしら音を鳴らすと。オンの時は音を鳴らす。で、オフの時はもうダラーっとしてても何もスイッチが入ってない状態って感じですね。もう基本の状態。もう普通の状態。何もない状態。で、必要に応じてオン。
に持っていくという感じです。そんな意識を持って、繰り返し練習をしていただくと、なんとなく、もっとね、素早くできるようになってくるかと思うので、ちょっと気をつけてやってみてください。早くなったりするとね、このオンとオフの感覚がすごく大事になってきます。やっぱりこう、なんてこう、早く弾いてるときにさ、なんか毎回さ、ミュート、ミュート、押さえて、ミュート、オーゲン、ミュート、オーゲン、ミュート、オーゲンって、もう気に知らないから、まずこのオフの状態、もうミュートの状態が変わるわけですよ。で、この時からそうね、今、はい、となんかこうね、なんか、なんですかね、はい、なんか卓球でこうラリーをするかときみたいな感じですか。オフがあって、オンがあって、オフがあって、オンがあってみたいな感じで、はい、毎回この、はい、っていくんじゃなくて、はい、っていくような、なんかそんな感じのイメージです。まあ僕全く卓球できませんけども、なんか見てるとあんな感じのイメージでございます。まあ僕が勘違いしてるかもわかんないですけども、なぜならば僕は卓球が全く苦手だから、まあそんなイメージじゃねえかなっていう感じの、その憶測ではあるんですけれども、まあそんな感じに割と近いんじゃねえかなっていう感じの自信もありつつも、でも実際のところはわかりません。なぜかというと卓球が全くできないから。そんな感じでございます。よかったら、そんな意識を持って練習をしてみてくださいませ。はい。もしかしたら卓球をやったら、すごく上手くなるかもしれませんけども、それは嘘ですね。今嘘をつきました。普通に嘘をつきました。さらっと嘘をつきました。すいません。卓球をやらなくてもギターは上手くなると思います。なぜならば僕は卓球、あ、でもわかんないな。僕が卓球やったことがないから、僕が卓球をやったことがないから、なんかこのギターは、なんか卓球やらなくても上手くなるっていう風に言っちゃうと、まるで僕がギター上手いって自分で言ってるような感じになってしまうから、その辺はうやむやにしましょう。卓球が上手い人はギターが上手くなる可能性がなきにしもあらずということを、言わずもがな、そんな感じで余心場な感じにさせていただこうかなという感じでございます。よろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バハハイ。余心場。